ニコシアはキプロス共和国の首都、北キプロストルコ共和国の成長所在地でもある。地元ではギリシャ語でレフコシア、トルコ語でレフコシャと呼ばれている。古代にはレドラと呼ばれた都市国家であった。その王が紀元前672年アッシリア王国の王エサルハドンに徴降した記録がある。プトレマイオス一世の息子レフコスによって、 町は再建されるも、さほど重要な都市ではなかった。10世紀には、レフコ社として、ととなり、パホスやサラミスなど海岸線にある都市からの避難民で、この内陸都市の人口が増す。フランク人によって建国されたキプロス王国は1489年、ベネツィアの支配下に入り、ついで1571年には、オスマン帝国の藩都となる。ニコシアという外名は、 十字軍によって用いられたものである。1570年のオスマン帝国の侵攻では2万人の犠牲者を出した。19世紀は1821年のオスマン帝国の弾圧、1835年のコレラや1857年の大火などを経験した。1878年、大英帝国がキープロスを傘下に収めると、その首都として成長した。 1960年の独立前には反イギリス、闘争の過程で血で血を洗う惨事が続いた。ギリシャ併合強硬派によるクーデターを支援するギリシャに対抗して1974年7月20日にトルコ系住民の保護を目的としたトルコ軍のキプロス出兵の結果、街の北側を支配するトルコ系の北、キプロストルコ共和国と南側を支配する ギリシャ系のキプロス共和国に分断された形になっており、北、キプロスもニコシアを首都としている。複数の国によって同じ都市が首都とされる唯一の例となっている。グリーンラインは1974年のトルコ軍のキプロス出兵以降、国際連合によって引かれた干渉地帯となっており、南側のキプロス共和国側からに限り、北側への通行が可能であったが、 2004年より南北間の通行については、検問所の増設並びに自由化がなされた。南北キプロスに駐留する国連軍部隊の姿もしばしば目にする。キプロス島中北部にあり、付近に越えたメッサオリア平野がある。小麦、ブドウ、オリーブ、牛、羊などの農畜産物の集産加工が行われ、また、比較、繊維、タバコなどの工業も行われる。 市内交通はバスが主体で、鉄道は現在はない。セリミエモスク。かつての、聖フィア大聖堂、レフコシャ市の姉妹都市は、以下の通りである。ありがとうございます。